皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回のアプリオくん番外編、久しぶりにアプリオくんに乗って ZX とアプリオ乗り比べてみて、どんなちょっと違いがあるかっていうのをね、簡単に話してみようかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今ね、結構久しぶりにこのアプリオくんに乗ってるんですが、しばらくね ZX ばっかり乗ってたんでね、向こうの感覚が当たり前になってて、やっぱね随分違うことに気づきましたまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。はい、まずね、違いですね。ポジション全然違います。シートの高さ自体がね ZX の方がだいぶ低いですね。でアプリオの方がやっぱりね高さがあります。だから足つきがね ZX の方がだいぶいいですね。こっちだとねちょっとツンツンになる。あ、ただね私これノーマルではないのでね、まあ ZX もノーマルではないですけど、うん、なのでねちょっと比較の対象としてはちょっと違うかもしれませんけど、その辺の違いがありますね。一応こっちはねアプリオはフロントフォーク、KN 規格の、同じやつかな、他のメーカーですけど、うん、それが入ってます。でリアはショック長さが同じなんですけど、一応社外品。そしてタイヤですね、リアタイヤね、ノーマルは9090の10だけど今ね、350の10が入ってますね。353.50、うん、の10が入ってます。10インチが入ってます。だからね外径がだいぶ大きくなってます。そのせいでね車高がちょっと高くなってるっていうのもありますね。はい、それにしてもやっぱりねちょっと車格が少し大きい感じがしますね。アプリオの方が全体的にちょっといろいろ高めで、ハンドルの位置がねちょっとそのシートの高さの位置にしては低い感じがします。 ZX はね本当ね座った自然な位置にハンドルが来る感じでね、私の体型からしてみればやっぱ ZX の方が乗りやすいですね。そして次の違いがシートですね。シートのこれなのかな、形とかってほらスクーターみんな同じな感じに見えますよね。だけどね何が違うのかな、アプリオのこのシートの方がねちょっとねおけつが痛くなりやすいですね。はい、行きはねずっと ZX に乗ってたんですけど、そんなにねお尻痛くならなかったんですね。だけどねこのアプリオ乗ってこっち乗り始めてね、もうねすぐちょっと痛くなってきました。まあ立ったりとかねすれば、あと逃がしてあげればね問題ないんですけどね、この辺はね。だけどなんかどうも私のお尻に関してはどうもね ZX の方が合ってるようで、あっちの方が痛くなりにくいですね。はい、そんなところがあります。まあエンジンとかに関してはね、もうこればっかりはねもうちょっとこっちはコンプリートエンジンなのでちょっと比較はね難しいところが出てきますが、うん、でもねそれにしてもねやっぱポジションが私的には ZX の方が体型に合ってるので、向こうの方が疲れにくいですね。でこっちの方がねやっぱ車体がちょっと一回り大きくなったような感じがして、若干の重さみたいなのは感じます。まあもちろん走り出したらねこっちの方がだいぶ速いんですけどね、うん、ですけどなんか取り回しとかそういったのはね ZX のがはるかに軽いですね。軽い感じがしますね、うん、まあ実際はちょっとどうかわかんないですけど、感覚的にはねそんな感じがします。はい、次は足回りにですね乗り心地、アプリを取ってどちらがいいかって言われると圧倒的に ZX です。これはねもうアプリを、全くかなわない。何が違うか、
あ、まあ、2台ともね、完全なノーマルではないです。私のアプリオくんは、前後とも変わってます。フロントが KN 規格と同じものの別メーカーで、リアが、某オークションで買った激安品です。はい、で一応前後変わってます。でこれでもノーマルよりもはるかに柔らかくなっていますね。はい、その状態でも ZX にはかないません。はい、で ZX は AF35 用だったかな、のフロント周りに湿気が入っているのだったと思います。確かリアはすいません、ちょっと忘れました。はい、そんな感じでね、 ZX の方も変わってはいるんですが、まあ、ノーマル品です。はい、それと比べてね、もうアプリオくんがとにかく跳ねる。少々の段差でもバンバン跳ねます。これでもね、ちょっと柔らかいかなとは思ってたんですけどね、もう乗り比べるともう圧倒的、 ZX の方がもう地面にもう吸い付いてる感じで、スーッと少々の段差でもね、吸収してくれます。しっかりアプリオはもう吸収しきれずにピョンって跳ねます。だから恐ろしい、乗ってきて速いけど恐ろしい、そんな感じの仕様になってますね。はい、それもね、やっぱおケツが痛くなる原因の一つでしょうね。そんな感じです、乗り心地。なんかでもね、一長一短でね、なかなか本当楽しいですね。やっぱこうやって乗り比べると。で今ね、ちょっと上り坂なんですけどね、前の ZX 辛いんじゃないかな。もしかしたらアクセル全開だったりするのかな。全開はあんまりしない方がいいよ。うん、全開の可能性は十分。あ、加速してる加速してる。やっぱ全開かな、もしかしたら。あら、なんかおかしい。あ、違うね、止まるのか。まあ、もっちゃりさんはね、どうもね、体型的にこのね、アプリオの方が合ってる、長距離はこっちの方が楽っていう感じで、さっきね、お話ししてました。で、私は ZX の方が長距離とか乗るなら乗りやすいですね。エンジンの特性とかそういったのは別にして、はい。それでもね、やっぱこう全然正反対です。私、165センチの体重が52、3キロぐらいで、もっちゃりさんはね、結構ちゃんと聞いてないけど、身長175ぐらいあるんじゃないのかな。5は言い過ぎなかな、まあ、でも結構ね、身長あって、体重もね、なんかそこそこあるっていうお話を聞きました。なので、まあ私とは正反対の体型ですね。なのでやっぱ私的には、まあ自分が小柄なので、ちょっと小ぶりな ZX で、もっちゃりさんは結構大柄な体格なので、ちょっと大きく感じる大きめのアプリオ、そんな感じで、やっぱちょっとこう疲れやすさとかね、そういったのが変わってくると思いますね。はい、そんな感じでね、ほんとね、似たような、まあスクーターなんてみんな同じじゃんってね、ちょっと思いがあるかもしれないんですけど、やっぱね、全然違いますね。乗り比べないとやっぱ分かんないですね、これはね。なんかね、こうしてくるとね、こうなってくると他のもいろいろちょっと乗ってきたくなってきちゃうんですよね。まあ今ね、今って言ってももうだいぶ時間経ってる、全然進捗なしの ZX、前がね AF28 なんですけど、別の私の知り合いで AF35ZX、今ね作ってるのがあるんですね、1台なので、まあそれをちょっとまた乗り味が違うのかなっていう興味がありますね。というわけでね、やっぱね、体型によってちょっと乗りやすい乗りづらいっていうのが乗り比べたらあるかもしれませんねっていうお話でした。はい、これね、やっぱ比べなかったらね、絶対わからないと思うのでね、まあでもね、自分のやっぱりね、好きな形の
ものに乗るのが一番だとは思います。うん、まあ私自身も本当はね ZX を最初買う予定だったからですね、うん、たまたま仕入れたのがこのアプリオくんだったっていうだけの話でね。うん、でもどっちでもね全然いいと思いますなんやねんって話なんですけどね、うん、アプリオくんやっぱこの子ねだいぶ可愛くなっちゃってるんでねはい、そんな感じでね、ZX とアプリオの違い簡単にちょっと紹介させていただきました。ありがとうございます。それではまた、バイバーイ。